皆さん、晩は7日です。あれはハカルのご近所さん。道の先にある西洋風の大きなお家に住んでるの。先ほど、ゲームを再開したら、ゲーム再開っていうか、ファインドザー、ディファレントゲームということで、他のエンディングを探しましょうっていう内容だと、駅からスタートみたいですね。ということで、まあ簡単にね、他のエンディング見つけていこうかなーなんて。まあつまり、エンド分岐はこっからってことになるんですよね。まあグッドエンディングさえ見れたらいいかなと思ってるんですけど、バッドエンディング見たいですか？多分襲われて死ぬだけですよね。で、迫真の演技があって、明かりいるの？お前が明かりだって証明しろよ。まあはい、ということで、迫真の演技がありました。で、まあどんどん行きましょう。というか、まあそこまで忘れてはいないので、使ってください。叩いてください。オープン。で、まあ、これを取って、はい。で、後ろ向くといると。まあ、誰が動かしたんでしょうね。これ見れなかったですかね。文献によると、彼女は電車に轢かれた後、時間をかけ苦しみながら死んだそうです。彼女は線路から少し離れたところまでなんとか這うことさえできたそうです。その後しばらくして彼女は死にかかった、自分の元に何匹かの猫が近づいているのに気づきました。猫たちは死にかけの彼女の体を食べ始めました。彼女にできるのは誰にも気づかれない悲鳴を上げ続け、悲劇的な死を待つことだけでした。これが怨霊的敵が、猫を恐れていると多くの人が信じている理由です。果たして本当なのでしょうか。はい。さあ、本当なのでしょうか。実際前回のエンディングでは、猫が助けてくれましたね。あの日は映画に行って。わかる！戻ってきて！はい、次。音量テケテケのことを聞いて以来、家の中で安心できなくなりました。自分でも変だと思いますが、道を下ったところにある祖父の古い屋敷の中の方がはるかに安心できるのです。そこにいると落ち着くのです。屋敷は、私の第二の家のようになっていました。祖父が失踪する少し前に、祖父は私に昔の恋人が彼を連れて行くために戻ってくるんだと言っていました。はい、よし。じゃあ次。ていうかあれだよな、その、ID の場所がまだよくわかってないんですよね。ID。あ、いた。明るくん。消えた。こういう演出もあったんだ。この辺で、誰かが歩いてるような音がするんだけど、後ろ見ても何もなかったんだよね。で、ここで前から人が通るでしょ？よくわかんないなぁ。で、何もなかったはず、トイレには。確かね。まあなんか、何もなかったからいいか。ID の場所は、そのテケテケが出始めたよね。まあ、なので、正直、まあ、
皆目見当がつかないやつですね。トイレに何かあんのかな？じゃあまあ進んでいきましょう。次は、こいつ取って、砥石取って、鉄の板を間違えた。よし。はい。取っていただいて、あとは、なんだっけ。線香があった、あった。で、拾って、どこだっけ？これは拾ったっけ？祖父は私に2階には立ち入ってはいけないと言っていました。言ってました。彼はドアに鍵をかけ、その鍵を枕の中や壁の中など様々な場所に隠しました。私は何度も2階にこっそり忍び込みましたが、特に変わったものはありませんでした。なぜ彼が私をそこに上がらせないのか理解できません。まあ、彼にしか、まあ、見えていないものが見えていたのでしょう。あれ、どこだっけ、最後の一本。当たった。これを使って、走れないのもどっかしい。ピコった。使いまーす。はい。どんどんユース。どんどんユース。はい。開けごま。開き申した。で、ここに、もう一つあるね。ある寒い冬の日、女性が進行中の電車に轢かれてしまい、腰から真っ二つに切断されてしまいました。これってあれなんだね。なんか、故意的に落ちたわけじゃなくて、事故で轢かれたって感じなのかな。まあ、寒さの中で横たわり、彼女は恐ろしい死を遂げました。この話を聞いた人のもとに、3日以内に下半身のない女性が訪れ、そして彼女に惨殺されてしまうのです。彼女があなたに向かって張ってくるのが聞こえるでしょ？テケテケってね。はい。では、ここの部屋はここしかなかったね。コンバインで組み合わせて使いましょう。で、この辺。よし、拾って。さて、さて、さて。オープン。閉まってる。するんだが。はい、オープンしました。さて、ここがな、マジで。きついよね。見つかったらほぼ終わりって考えていいんじゃないかな。まず確実にこっち来るまで待っていいんじゃないかな。あれ、まだ来ない。来た来た。よし、今だ。来るかな、こっち。あっち行ったらいけそうだけど、こっち来るよね。この音が消えるのは、
BGM 切りみたいな。とりあえずまたあっちへ行くタイミングで、こっち来そう？いや、来ないな。下げてしまう。下がりきった。で、一回こっちまで切って、今のうちにあっちまで行けるね。で、今のうちにやっちゃおうか。で、どっち来るかな、これ。あっちに行くけど、ちょっとだけやろう。で、逃げようか。で、下がって、今どこにいる？普通にやばい。普通に怖いんだよね、やっぱ。うん。あっちに行ってたのか。左行ってほしい。来るよね。まあ距離を置けばまず問題ないから大丈夫かな。よし、今のうちだね。オッケー。どこ行った？あれ。帰ってきた。で、ライターだけ拾っておきたいんだよね。多分。あ、入ってた。ここだっけ最初から。覚えてないや。はいよ。じゃあ、走り抜けて、さよならバイバイ。オッケー、オッケー。で、ここですね。急にドンと出てくる。わかってても怖えわ、あれ。あげればいいの？外に小屋があるわ。いや、詳細話して。詳細話さないから儀式失敗したんですけど、さっき。よし、まあ、むしろさっきの方が俺、苦手だったんだよね。多分こっちの方が簡単、かな？な気がする。おそらく。ドアの間にろうそくが挟まってる。どうにか取らなくちゃ。取りました。で、ここまで来ると来るので、どうしよっか。まず鍵取って、一回戻ってもう一つの鍵も取ってって感じにしたいんだけどな。今ですね。こうするともうフリーです、こっちは。あれが戻ってくるまで。OK ですと。で、このままいけるかな？あんま近づかないでも。どこだ？あ、目の前にいた。完全に油断してた。で、まあ、ここ立ってもバレないので、次、どこだ？と、どうしようかな。右へ向いた瞬間に取りに行きたい。
今かな。取って、戻りましょう。ついでに、一回戻ろうかな。よし。オッケー。これで、まあ、必要な分の鍵を拾うことができましたね。うん。まあ、一番厄介なのは、なんか張ってる方だから、なんか未来チックなのは、そこまで恐れることはないかな。で、次はちょっと右の方へ行って、紙切れの内容を確認しに行きましょう。まあ実績があるとかそんなんじゃないんですけどね。音に反応しないのはありがたいよね。近くね。すいません。貼ってますね。貼ってますね。ちゃんとあれ裏まで確認するんだよ。怖くなあれ。無理だわ。でこのタイミングで近づいて、足はどこ？まだちょっと立てないね。次、右側の方に向いてから、また左の方へ向くと思うので、そのタイミングで行きましょうか。今だね。で、ここら辺にあったね。分かったことがあるのですが、彼女は高校の先生で若い学生が彼女に恋をしていたそうです。ある夜、その学生は彼女を駅までつけていきました。学生が自分に執着していることを知っていた彼女は、真夜中に駅まで彼がずっとつけているのが、分かった時、ひどく怯えてしまいました。あまりの恐怖に誤って線路に落ちてしまいました。そこには彼女以外にはその学生しかいませんでしたが、彼は逃げ出してしまいました。噂によると、だから彼女は主に、主に、若い男子学生を殺しているんですって。フェチかな。で、ちょっとこの辺は一回引こうかな。で、また同じように、こっち側を向いてから、大丈夫かな？向いてから元の方向に戻ったら一回戻りたいな。で、シフトで戻って、また、右側に行った瞬間に、奥の箱の部分まで走っていきますね。まあ、ついでに、準備なんかしておくと、楽に開けることはできますね。そうね、足が欲しいのね。儀式のね、完遂はどうやってやったらいいのでしょうか。そこがわからん。今です。ついでに開けて、ちょっと隠れておきましょう、ちゃんと。音を聞きながらね。使えてないかな、今。遠いかな。これでも遠いか。うん。音を聞いて完全に通り過ぎてからの方がいいんですが、あんまりもたもたしてると、ちょっと見つかっちゃったりしそうなので、一番近い地点から通り過ぎないかな。危ない。はい、大丈夫かな。ダメ？ちょっと。ライトだよね。足が欲しい。拾って、一回隠れましょう。
で、まあ、そこまで視野が広くないので、まあ、この辺とかにいて、左に行くのを確認しましょう。そしたら、ノーミスできそうかな。どこだ？ペタペタ。ペタペタ。いたね、今。まだ大丈夫。ね、こっからちょっと隠れてないと厳しいかな、ここは。音を聞いて、左に抜けていくのが大体わかるんじゃないかな。抜けたね。で、この後ろをついていけば、ゆっくり帰れますと。よし、完璧やね。よかったよかった。で、この後よ、問題は。エンド分岐があるのだろう。コンバイトじゃね。使って、使うと。開けごま。で、ここのどっかだよね、多分。どっか ID 使う場所ある？ ID 使う場所ある？もうこれここに来た時点で彼はお亡くなりだね。ってなるとなぁ。なんかそれっぽい場所は見当たんないけど、まあ、強いて言うならこの下がやっぱ気になるかな。ID ってなんだ？ID って何に使うんだ？これが彼女が言ってた。いや見えてない、見えてないです。これがお供え用のテーブルっぽいね。何も見えてないですよ。彼見とく？彼は、あれなのかな？助からない運命なのかな？ポケットとか見れない？そう、ここに立つと一番怖いよね。さてさて。何かないかな？ここは入ること想定されてないんだろうな。じゃあちょっと探索しまーす。お供えできないかな。あれ？この状態でお供えするとか？お供えっていうか儀式を行うとか？お供えが終わった。これで終わればいいんだけど。え？終わっちゃったよ。え？あ、やべえかも。足。あれ？待って、バグってるって、それ。足、儀式完了しちゃってるって、これ。まあ、いっか、儀式。儀式しまーす。はーい、はい。もう、儀式されてる感じですけど、儀式しまーす。はい、移動してください。ここに運べば消えるから完全犯罪。消えない！よし、知らない。私は何も見ていない。よし。なんかバグ見つけちゃうのうまいのかな？まあ、いっか。さて、さて、さて。
それじゃあ、これは儀式失敗か？なんだ？閉まってる。知ってる。開いてください。はい。猫ちゃん、どうも。ねえ、猫缶いらない？これは懐いたってことかな？じゃあ、グッドエンド行ってみましょうかね、猫ちゃん。かわいい。爪むき出し。じゃあ行ってみましょう。お、来なかった。儀式は無事に完了しました。テケテケ安心して休めるようになりました。よっしゃ。なるほどね。ID カードも一緒に生贄にする。で、なんていうか、ワッフ、なんか、ハイテクだな。あれ？儀式ハイテクだった？まあ、目からレーザー出て、レーザーっていうか、センサー出てたしね。まあ、うん。面白かった。この価値で惹かれてしまったってことなのでしょう。これって、最後のエンディング見つけるまでこれは変わんないのかな。もういいかな？うん。二つ見れたし。ということでね、今回の動画ここまでにしたいと思います。ここまでのご視聴ありがとうございました。また次回もお楽しみに。じゃあね。